画像は大島優子公式インスタグラムのスクリーンショット。昨年8月より語学勉強のために米国へ海外留学をしている元 AKB48 のメンバーで女優の大島優子29。そんな彼女が今週にも帰国し、来年1月公演の俳優三浦春馬28主演の舞台住処罰にキャスティングされることが発表され、ファンからは喜びと期待の声が上がっている。海外逃亡とも囁かれた大島の海外留学。大島が芸能活動を一旦休業し、1年間海外留学をすることを公表した当時、インターネット上ではあまりポジティブではない反応が相次いでいた。その理由とは、昨年行われた第9回 AKB48 選抜総選挙にて、当時 NMB48 に所属していたストーリリカ21が前代未聞の結婚宣言をした際、大島は須藤に対して SNS 上で過激な言動をしてしまった。ファンやメンバーたちに対して、あまりにも不誠実だ、と訴えるような彼女の言動には、共感の声も多く寄せられた。しかし、あまりにも過激な内容だったため、大島の言動を問題視する声も相次ぐ事態に。そういった状況下での休業宣言であったため、インターネット上では、ほとぼりが冷めるまでの海外逃亡か、といった反応が目立った。アドズバイキオスクド、名作住処罰で勝負役に挑む大島が約3年ぶりとなる舞台出演を果たす予定であることが報じられた。彼女が出演するのは、来年1月公演の三浦主演の舞台住処罰。ロシアの文豪ドストエフスキーの代表作だ。豪作は、自身の正義のために人を殺めた主人公の青年、ラスコーリニコフ、三浦、が、様々な人との関わりの中で次第に罪悪感や孤独に苛まれ、自首するまでの壮絶な葛藤を描いた物語。大島は、ラスコーリニコフと心を通わせる娼婦、ソーニャを演じる。家族の生活のために娼婦になった、という彼女の生き様が、主人公に大きな影響を与える重要な役どころである。報道によれば、制作側はソーニャについて、天使のよう、小さくてか細い、傷ついた人を演じることができ、大きく感情表現ができる、といったイメージがあり、それに応えられる女優として、大島が抜擢されたという。舞台で復帰に絶賛の声。大島の復帰報道を受け、インターネット上では歓喜の声が。ついに復帰に動き出したか、勝負役というのが期待できる。これから大島優子ここにありと存在感を爆発させてほしい。きっちり丸1年の留学になることも嬉しいし、復帰がしっかり稽古期間のある舞台であることも嬉しいし、それがよくお名前を拝見するフィリップ・ブリーンさんの演出。渡航前のスケジュールから帰国後のことまで抜かりなく素晴らしい。復帰作が、ごまかしの効かない生ものである、舞台、であることに、女優、大島優子の真骨頂が感じられる、と、絶賛する声が相次ぐ。AKB 卒業後の期待値が高い大島調べ編集部が以前、全国の20から60代の男女1341名を対象に、AKB48 を卒業したメンバーで、卒業が正しい選択だったと思うのは誰か、
調査を実施したところ、大島は卒業後の幅広い活躍に高い期待が寄せられていたことが判明。マルシーマークニュースサイト調べ、女優としての活躍に期待する、といったコメントも見られた。1年間の休業期間を経て、成長した女優、大島優子の、今後のさらなる活躍に期待したい。合わせて読みたい、大島優子の、女優ブレイク、は絶望的か関係者が語る致命的な欠陥、分、調べ編集部、もやこ、調査概要、方法。インターネットリサーチ、クズー、調査期間、2016年2月19日から2016年2月22日対象、全国20代から60代の男女1341名。